青春おでん。はい。はい。はい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 。22。ちょっと低いか。53。今日はちょっとあの梅ジュース朝飲もうと思って、これお母さんが2ヶ月ぐらい前に作ってくれたんですけど、今日飲もうと思います。でこれだとコップに入れづらいんで、もうあのペットボトルに入れちゃいました。このキリンラブズスポーツのペットボトルの中にこれが入ってるんで、作っていこうと思います。完成。タン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 。じゃ、乾杯ーす。おいしい。梅が体に染みる。あの今からあの朝ごはん作ってきます。今日の朝ごはんはね、パン、スクランブルエッグ、じゃがいも、プロテインっていう感じで、自主練行くので、自主練の時お腹いっぱいだとちょっと動けないので、今日の朝ごはんは少なめです。じゃあまずじゃがいも茹でていきます。あれ沸騰したらあれか、じゃがいも入れんだっけ、あれ忘れちゃった。止まって止まって、卵くん、ちょ割れない、どうしよう、割れない割れない、すごいね。やばい、どうした、どうなってんのこれ。うわ、すんげえ硬いんだけど、どうしたらいいの。ちょっとあのじゃがいも茹でるのめっちゃ時間かかんなと思って、あのお母さんに教えてもらったんですけど、じゃがいも切った方がいいんですね。僕丸々入れてて、で切んないで茹でると30分ぐらいかかるって言われて切りました。こういう感じで、いただきます。しゃあしゃあ終わりました。勉強終わりました。あのちょっと嬉しいんで一曲歌わせてください。別に君を求めてないけど、横にスティーブン T シャル、あ、スティ君を求めてないけど、横にスティーブンチャンネル T シャツあると思い出す。君のドルチェ&ガッパーナのその香水のせいだよ。いや、ヘイヘイ、ファールでしょ。いや、ファール…なんで？しゃーい。
今ちょっとあのね水休憩してるんですけど、めっちゃ暑い。30度ぐらいあるのかな。僕いつもねあの水めっちゃ飲むんで、あのうわっ、やばい。はい、それで汗の量がやばいんですよね。いつも水飲むから汗が出る量も多いと思うんですけど、水飲んで練習頑張ろうと思います。はい、ちょっと蜂怖い。うわまた来た。じゃあラスト頑張ります。疾風ダッシュ。じゃあほんとにやめてください。ほんとに嫌です、嫌です。無理無理っす、マジ無理っす。ほんとに、いや、じゃあウェイとかじゃなくてほんとにやめてください。いやもう、うわー、万里の頂上。ちょちょ、面白かったとかじゃなくてさ、全然 笑ってないじゃん。みんな全然みんな笑ってないじゃん。ほんとにやめてください。はい、これから家に帰っていこうと思います。ワンピース。Girl says hallelujah. Girl says hallelujah. Girl says hallelujah. Cause that song can't give it to you. Cause that song can't give it to you. That song can't give it to you. Don't believe it, just watch.いただきます。やっぱこの世界ってそばとかうどんとかたこ焼きとかいっぱい食べ物あるじゃないですか。でもやっぱ僕は好きな食べ物何ですかって聞かれたら、ママの作ったカレーって言いますよ。なんか美味しい食べ物いっぱいあるけど、でもやっぱね、ママの作るカレーが一番美味しい。はい、今ねカレー食べ終わって、今ベッドの上にいてお昼寝しようかなって思ったけど、やっぱお昼寝しないかなって思いつつも、やっぱお昼寝しようかなって思ってるんですけど、今夏休みでチーム練習がない状況なので、今日みたいにあの自主練するっていう日が続くんですけど、上手くなるために一日を過ごしていこうと思うので頑張っていきます。じゃあちょっとあの眠いので、あのお昼寝します。
はい、こんにちは。昼寝から帰ってきたんですけど、気づいたら1時間ぐらい昼寝してて、でその後ちょっと YouTube とか Twitter 見てたんですけど、今から何するのかっていうと、部屋紹介っていうのかな、そういうのをやっていこうと思います。まあ、部屋紹介することによって僕がいつもどういう生活してるのかっていうのが見えてくると思うので、はい、楽しんでいってみましょう。ベッドです。僕はいつも 寝てるベッドなんですけど、こういう感じです。このカバーね、ひんやりするカバーなんです。なんかこっちがなんか四角形みたいな感じで、こっちはなんかあったかいみたいな。本ですね。本めっちゃ最近読んでるんですよね。朝読んでたこの本、このいい人やめれば人生うまくいくって、この本も読め終わっちゃったんで朝7月は4冊読みましたね。本、中学校の時に買ったラッシュフォードのポスターです。かっこいいね、ラッシュフォードね。これどこ向いてんだろう。僕までパス出したいのかな。で、あとこのニューエクスペルスっていうね、セルビア語の本があるんですけど、これは毎朝勉強してます。高校卒業したらモンテネグロっていう国に1年間留学に行くので、モンテネグロセルビア語使うので、セルビア語、はい。なんか僕の部屋ってめっちゃすごいものがあるわけじゃないんですけど、まあこんな感じです。はい、じゃあちょっと今から動画編集してから読書しようと思います。はい、OK でーす。グリームソーダにホタテを入れたらやばいやばいやばい。OK、 マラカス片手にお掃除してたらやばいやばいやばい。うー、これやったらかっこいい。うー、これ来年までは流行る。